イーズ航空4226便墜落事故は2002年5月4日に発生した航空事故である。マラムアミヌカの国際空港発ムルタラモハンワド国際空港行きだったイーズ航空4226便が離陸する際にエンジンが故障し空港付近の住宅街に墜落した。乗員乗客77人中71人と地上の78人が死亡し、 地上の5人を含む11人が負傷した。この事故以前に事故機は2度にわたり、エンジンの問題により運行から外されていた。2001年に11日間、2002年に52日間の間エンジンのメンテナンスが行われており、この事故を起こすわずか10時間前にもエンジンを交換していた。百二十六便の事故は b a c 一から十一に関する事故のうち最も、 死者数が最多ものとなった。また、イーズ航空が起こした事故の唯一の事故であり、ナイジェリア国内で発生した事故としては4番目に死者数が多い。調査を行ったナイジェリア当局は最終的に事故原因はパイロットエラーであるとした。事故機の BAC1 から11から 525FT は1980年に初飛行を行っており、 同年11月にタロム航空へ納入された。その後、イネックス・アドリア航空やライアンエアーで運用された後、2001年にイーズ航空へ売却された。当初、搭乗者は105人だと報告されていたが、実際には77人が搭乗していた。うち17人の乗客はカノで搭乗していた。また、乗客のほとんどはナイジェリア人で、 一人がレバノン人だった。数人の搭乗者が現場から救助された。しかし救助されたうちの一人が事故の翌日に死亡した。最終的に事故を生き延びたのは一人の客室乗務員と乗客5人だった。生存者は全員やけどを負った。犠牲者には結婚式へ向かうため登場していたナイジェリアのスポーツ大臣が含まれていた。また、 三人のカトリック系の神父やジョスのナイジェリア電力ホールディングの社員も含まれていた。コックピットには機長と副操縦士、航空機関士二人が搭乗していた。機長の総飛行時間1万4000時間以上だった。乗員のうち事故を生き延びたのは客室乗務員一人だけだった。4226便には乗員8人と乗客69人が搭乗していた。 コックピットクルーは、機長と副操縦士一人ずつと、航空機関士二人で、客室乗務員は四人だった。4226便は、現地時間13時32分に、カノ国際空港を離陸した。その直後、機体は左右に揺れた。機長は管制官にエンジン故障を報告した。離陸から三分後、4226便は、 クワマジャのウンワルマヤ地区に墜落した。機体は学校と二つのモスク等に衝突しながら墜落した。墜落現場の建物はほとんどが倒壊した。墜落時、モスクでは礼拝が行われていた。目撃者は地上の生存者は泣き叫んでおり、残骸から負傷者を捜索する人もいたと証言した。消防士が現場に駆けつけたが放水設備がなかったため、 消火活動が行えなかった。搭乗者のうち事故を生き延びたのは4人だった。うち一人の生存者は機体から骨が突き出た状態だった。墜落現場からは26体の遺体が回収された。当局は犠牲者や行方不明者の情報提供を求めた。ボランティアはナイジェリアの新聞社に対して残骸に3人の生徒が閉じ込められたと話した。現場には 兵士と警察官が派遣された。救助隊は、その後、70体以上の遺体を回収した。当局は、遺体の数が多く、遺体暗記書に、すべての遺体を収容できなくなったと述べた。そのため、収容不能の遺体は、アミヌカの大学病院に収容された。ナイジェリアのオルシェ軍オバサンジョ大統領は、アフリカ南部への訪問予定を短縮し、事故調査の即時開始を命じた。 大統領はすべての国旗を反旗にすると述べた。アドバイエロトカノの州知事は事故現場を訪れ犠牲者の追悼を行った。また当局はナイジェリア国内の BAC1 から11の飛行をすべて禁止した。加えて製造から22年以上が経過している機材の飛行も禁止した。ナイジェリア当局が事故調査を行った。イーズ航空のマネージャーは 事故機は適切な整備を受けていたと話した。また、ロンドンの保険会社であるロイズから代表者が派遣されたと述べた。事故機のエンジンが墜落の4日前に交換されていたことについて乗員から質問がされた。これに対してマネージャーは航空業界ではエンジン交換は珍しいことではないと述べた。フライトデータレコーダーとコックピットボイスレコーダーは解析のため イギリスに送られた。ナイジェリアの航空大臣は調査の結果、事故原因はパイロットエラーであると発表した。調査から事故機のエンジンが大量の粉塵を吸い込み故障したことが判明した。これはパイロットが滑走路をオーバーランしたにもかかわらず、離陸を継続したためだった。4226便は芝生の上を滑走し、 舞い上がった粉塵をエンジンが大量に吸い込んでしまった。ありがとうございます。